皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回はペン粒高にめちゃくちゃ効く3つの戦術を紹介します。あのですね、今から実際ですね、ガネ君と私で試合をします。で、試合をして今日はちょっと面白い形で実際の試合を交えながらの戦術を使い分けていく、でガネ君を倒していくという流れの動画になっています。で、まずですね、1ゲーム目、そう、はい、あれ？よし、くそ。うわ。デュどうでしたか。今1ゲーム目ギリギリ取ったんですけど、でも展開はもうガネ君でしたよね。もういつ負けてもおかしくない形でしたよね。たまたまジュースで取れたからよかったですけど、ある程度力のある粒選手だとドライブガッと思い切りかけてもピッと、今みたいガネ君みたいにピッと返されちゃいます。もう展開きつかったですね。で、粒の球揺れる、変化慣れない、なので1セット目不利でもうギリギリの戦いになっています。次2ゲーム目で、2ゲーム目からこっから私の戦術が始まります。粒に勝つために、干渉するために、このままじゃやられる。で、ね、ここからまだ私は今1ゲーム目が終わり、自分が相手のガネ君の粒の球に慣れてないっていう状態ですよね。今ギリ粒に対してミスする、でその状態で2ゲーム目から私は粒高に、相手の粒に慣れる最高の作戦を実施します。で、それが一つ目の作戦、一つ目の戦術が距離を取って粒を合わせる作戦です。どうするかっていうと、がっつり行こうとして、今1ゲーム目ミスしました。がっつり行こうとして、でドライブもがっつり行った割にはやっぱり粒っていい感じにドライブかけると利用しやすいんですよね。がっつりぶっつり切れて返されて、私万事休すって感じだったんですけど、でドライブ打つとうまく返されちゃう、粒相手ガネ君の調子もいい、で粒の変化効く、自分取れない、でそういう時に無理せずに、ちょっと皆さん少し粒に対して展開悪い時は距離を置いてください。台との距離を少し置く、通常ドライブでガッツリガッツリいくで展開悪い取られるなら少し距離をこのぐらい置いてください、ちょっと一歩分距離置いて少し下がった状態で、そこから合わせて、そこからボールを引きつけて合わせて返すってことをやってください。無理して打たない作戦ですね。距離を取って無理して打たない作戦。まあ、粒はですね、距離を取られるとですね、球威がやっぱりないので、ちょっと下がったところでこう合わせてってやって、これでいいのって思うんですけど、意外と粒に対してこうやると、さっきまでこう血まなこになってドライブ必死で打とうってしてミスしてたとか、ぶっつり返されたよりも、ポンポンってこう引きつけて打つ方が、2ゲーム目良かったりします。では2ゲーム目、これを見てください。そういうとこ反応した。
どうですか皆さん、距離を取って粒を合わせる作戦、合わせて引きつけてこうポンポンって入れるだけで自滅しましたよね。もう強く打ててなかったですよね。強く打てない。ガネ君裏ソフトを持ってるとしてもなかなかやっぱ強く打てないで、ただこう私は落ち着いて引きつけてこうやってリスクを犯さずにピョンピョンピョンで粒の球に自分が慣れるっていうことをやってました。でここでこれでもやっぱすごい相手自滅して結構干渉しました。でこの時に2つ目の戦術をひっそり使ってました。レシーブで、でレシーブで何使ったかっていうと、レシーブを切らない作戦っていうのをやってました。あのですね、1ゲーム目はツツキ結構がっつり攻撃マンの感覚で切ってました。切るとやっぱ粒でポンってやられて、それ私それ1ゲーム目はガンってやられガンって切ってガニクのサーブを切って分かりづらいサーブを上書きツツキ、そうするとガニクの粒ポンブワッ粒がめっちゃ揺れて伸びるんですよね。なので私ミスしちゃいました。力んで打たな攻撃しなきゃ攻撃しなきゃとか思ってたんで、でこれがですねレシーブ2ゲーム目の時はただこう合わせてツッツキを深く送ってました。私は切らなくていいです、ただ深くこう送ってるだけです。回転をかけない状態で深く送る、これがですね粒の人にめっちゃ効きます。ガネ君にカサーブ切れてるけど、とりあえずこうフッとふわふわっと送ってあげる、そうすると粒がふわっと上がってくるのでドンと打てるパターンもできました。相手のガネ君のサーブからの3球目の粒の厳しい球がこれで一切なくなるんですよね。はい、3ゲーム目ですね。3ゲーム目、ですね、今さっき2ゲーム目で、2ゲーム最初1ゲーム目は粒の球が慣れてなくてガツガツいって、ギリギリもう負けそうな立ち合いをしてましたが、もう粒2ゲーム目のこうこうやって距離感をとって合わせることによって粒の変化を相手の癖とかタイミングを全部見抜けるようになります。自分が粒の球になれるっていう意味もあったんです。なのでですね、ある程度上手い粒高の選手だとこうやってただ入れてるだけのやつで裏ソフトとかで反転してガンガン打ってくる選手も出てくるかもしれないんですけど、上級者の粒高だと。でそういった時に今ですね、これ私が粒の救出に今2セット目で2ゲーム目で距離感とって粒の変化完全になりきった状態で3ゲーム目やるときにおすすめなのがな戦術が無回転系のサーブをたくさん使って勝ち込むっていうことをやってください。これがめっちゃ効きます。相手はもう2ゲーム目で相手がふわふわ入れてくる作戦それも嫌だ、で3ゲーム目相手が何とかしようとして多分攻撃を仕掛けてきます普通だったら。でそこで裏切って急に速いロングサーブとかナックル系のサーブを出して、でナックルサーブっていうのは粒高弱点なんですよね。ナックルサーブは粒の変化を使えない、レシーブを切ることが相手はできないので
ナックルサーブたちは次ほとんど回転のない状態で返ってくるので、それを粒の球もう完全に2ゲーム目で慣れたので、球質で慣れたので3球目一発ドーンをする、3球目強打をするっていう形で持っていくと、相手はびっくりしますよね。入れに行く作戦、相手がこう打たない作戦でこうやってただ合わせて自滅したと思ったら、次はロングサーブとかナックルサーブバックも使ってきて、で叩き込む展開も入れてきた。相手は包みます。もう戦術として攻撃しようとしてたところが全くできません。でなおかつ無理なで3球目で打って無理しで返されたら、またこうさっきの一歩下がってこうただ距離取って入れるだけ作戦、相手がもう自滅するような強く打てない悲しい作戦ですね。引きつけて返す、引きつけて返すってことでやってください。そうするとでローソングサーブからはドン、いや相手はもう嫌ですよね。よいやうまい、取るよ。これ。よ。よ。よ。どうでしたか。もう3ゲーム目も完勝だったと思います。1ゲーム目はもう大接戦、もう粒の変化も取れない、がっついていった。で2ゲーム目から自分が粒の球を慣れよう、そして勝つためにあの距離を置いて引きつけて合わせて距離感を取って返すだけ、粒の弱点を潰す、自滅させる、レシーブを切らない作戦っていうのをやってました。相手のガネ君のサーブからの3球目の粒の厳しい球がこれで一切なくなるんですよね。で3ゲーム目相手が反撃に来ると思ったところを裏切ってナックル製のサーブとかロングサーブをたくさん使って打ち込んで、で無理しないで、基本はベースはたださっきの2ゲーム目の合わせるだけでやるから、合わせてやってる中で一発ドンがある状態で粒が利用できない状態、苦しい相手は何もできなかったと思います。ペン粒高に実戦で本当にこういうガッツリって効かない時、ガッツリ打ってもう負けそう、止められる、変化が取れないっていう時はこのような戦術をやると一気に完勝まで持っていくことができる裏技戦術があるんです。粒とはペン粒がめっちゃ得意なんですけど、私自身この、やり方をぜひやってもらえたら、無理しないで新しい、ハイテクな技とかないですよね。ハイテクな難しいドライブとか一切してないです。それで勝てる方法がこうやってあるってことですね。ぜひやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。